はい、今回はですね、アップデートバージョン 1.2 になって、で初めてこのねコースを作るモードをやってるんですけど、ですね、で簡単なコース作ってみようかなと思いまして、今回のアップデートで追加されたのがこれですよね。矢印を振るとこの中間地点が作れるという、なんか安全なところにしか作れんみたいなね、いうのがあるけど、じゃあちょっとやってみようか。いや、コース作るとかめっちゃ久々だ。久々ですね。どうしよっかな。とにかくこの中間地点を使いたいだけだったんだけどね。とりあえず。まあ、簡単なコース作ろう。久々なんでね。よし。まっすぐの。短いな。なんか適当に。なんかすごいスタンダードな普通なコースを作ってみようか。なんかよく、あるあるみたいな。あ、そういうのあるよねっていうコースを。だいたいここキノコよね。こういうとこキノコだろ。で、ここはなんかコインが入っとって。こういうところね。こういうところにこういうのあるよね。でまさかの、クッパ入らんのか。クッパ入れたいのに。ハンマーブラシにしとこう。いきなりクッパを、全然あるあるじゃなくなるけど、いきなりクッパを置いとこうか。あ、この高さを利用しないと前に進めないようにしとこうか。なんか厄介なやつおらんかな。なんかあ、こいつ厄介。んで、しかも、クッパでかくなる？あ、なる。全部落とすなよ。おお。おお。これ厄介。ちょっと行ってみよう。あ、やばいやばいやばい。ああ、めんどくせえ。ああ、踏んだらさすがにダメなんだな。もうちょっとキワキワにしたいな。もう一段階何か、あ、踏まれても大丈夫なようにこいつ乗っけとこうか。あれ？なんか吸収されたぞ。よいしょ。おう。んで、あ、そうそう、あれやろう。これをここに置くとかなり厄介だろ。あー、めんどくさい。あー、めんどくさい。めんどくさいわ。よし、じゃあ今回はここまででしょう。で、次回続きやろう。ありがとうございます。